初日でまあ一泊して次の日岩手県をずっと回る、うん、2日目、宮城県をずっと回る、うん、で、3日目、今日ここで、まあ、撮影をいろいろさせていただいて、はい、これから、南相馬に行くという感じですね。なるほど。今回の旅の目的は何なんでしょう。まずはですね、あの被災地、まあ、東北の被災地といってもあのそれぞれやっぱり場所環境も違うと、で人のこういろんな思いがあったりそういうのも全然違うので、一回その3県全部見ましょうという形で、うん、まあ、石川とあとは私、板谷さん、板谷が、全部ちょっと今の状況を確認するというのがツアーの、ね、ともう一個が、今度夏から助け合いジャパンはきっかけのバスというのを出しまして、うん、まあ、ボランティアはしないんですけれども、うん、あの被災地、まあ、東北を見ていただきたいという形でやるので、そこのロケ班も兼ねてます。今日までのところで何か野田さんの視点で何か気がついたことがありました？やっぱりそれぞれの場所でやっぱり違うんだなと。でもちろんあの瓦礫が片付いているところ片付いていないところあるんですけど、やっぱり相対的に見て、まあ、ここもそうなんですけど、瓦礫がやっぱり残っていて、まあ、目に見えるところで瓦礫が片付いた場所もあれば、やっぱり少し離れるとこういうふうな処理場があると。なんかそこがどれだけ早く瓦礫の処理が進むかが今後復興は大事なのかなっていうのを感じています。フライト2回目を終えてどういう感想ですか？風がやっぱり強いと、うん、予期せぬ方向に持ってかれるというのは。なるほど。ちょっとだけ、やっぱりこういうのの積み重ねでやはり経験値が上がって、はい、そうですね、あとはその風が読めるとある程度最初の段階でその風に対してこう強い方向で操作できるんですけど、ちょっとやっぱり初めての場所はなかなか読み切れない、ね、うん、あとまた撮った映像に関してもまたね、はい、いろいろなんか要求があるそうですね。今のはちょっとかなりルートを意識して撮ってみたので、かなりその瓦礫の山のスレスレのところを上昇していきながらというところで、これから確認しています。わかりました、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます